はい、こんにちは。おっさんチャンネル、どうもゆきしです。クリリンです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、このね、新兵器で、はい、撮っていきますよ。はい、はい、さあ、今日のテーマは大学入試改革はどうなるの、はい、というテーマでやっていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、連日メディアをちょこちょこね、最近は桜を見る会の話でちょっと影が隠れがちですけど、報道を追ってると出てくるのがやっぱりこの大学入試改革の問題と。やっぱり英語のね、はい、あれが大きかったですね。少し前に萩生田文科大臣がテレビ番組で、はい、うん、まあ、ちょっとこれは若干ね、文脈の切り取りあった感ありますけど、はい、身の丈という発言をして、うん、それから一気に炎上した感もありますけれども、ね、うん、今の国民民主党の木井隆議員なんかが頑張って英語の、ね、民間試験導入を延期する法案を出したりだとか、うん、あるいは今はそれこそ記述式の問題を廃止ですか、する法案を出したり、まあ、いろいろ話題なわけですけれども、まあ、身の丈法案にね、あの発言に関しても、まあ、気持ちは分からなくはないですよね。言いたいことはね、あの、ちゃんと当時の報道を追っていれば、うん、萩生田さんが何を言わんとしたか分かるんですけれども、うん、ただやはり日本のまあ、これまでの文科行政の歴史を振り返れば、身の丈という言葉はやはりあまりにも強すぎたものなので、ちょっと改めて今回の話がどういうことかなということを振り返ってみたいと思います。これね、こんな感じで固定できるんで、いいですね。で、まず今の入試制度の話をしたいと思います。で、どういうイメージかというと、これは基本的には国公立大学を受けるイメージで見てください。なので、例えば大学によって、例えば早稲田、慶応、マーチのような進学を受ける場合は若干話が違いますし、もちろんこの中には、いわゆる栄養入試であったり、指定校推薦というものは含まれません。はい、で、今の入試というものは基本的に、受験が解消したら、普通にセンター試験を受けて、個別試験を受けて合否が決まると。なるほど。いうのが今の基本的な、4つのステップね。そうです。これは現時点です、うん、でもっと言えば受験を解消しますよね。で、うん、勉強しますよね、はい、で一番最初に受けるセンター試験、これはマークシート方式なんです。はいはいはい。マークシートを改めて解説するまでもないかもしれませんけれども、うん、基本的には選択式の問題で、うん、自分でそのマークシートと呼ばれるものを塗りつぶして、うん、数字で選んでいく方式ですね。はい、です。で、個別試験、これはもちろん大学によっては記述式のところもあれば、これもマークシート方式の場合もありますけれども、そうです、ね、まあ、ここは本当にいろいろな多様な入試が行われている、うん、で、基本的にはこの2つの試験の結果をもって合否、合格か不合格かが決まるかっていうのが今の基本的な大学入試です、うん、はい、で、今何が行われようとしているかというと、うん、このセンター試験というものをなくしましょうというお話なんですね。そうですね。で、このセンター試験というものをこの大学入学共通テストというものに置き換えようとしているわけです。はい、まあ、置き換える理由はまあいろいろあるわけですけれども、うん、まあ、例えばよくあるね、記述力を伸ばさなきゃいけない、思考力を伸ばさなければいけないという話であったり、あるいはまあグローバル化がある、うん、だから英語の4技能、聞く、話す、読む、書く、それは全てできなければいけないよねという話であったり、はい、まあ、いろいろな背景があってこういった変更が行われようとしているんですね、うん、で、どれぐらいから話がされているかというと、ここでも書きましたが、2013年の10月には当時の第2次安倍政権の特に首相の私的な諮問機関であったこの教育再生実行会議というところがですね、うん、提言書を出しまして、その中でこういった方向に共通テストというものを設けましょうという話が出て、うん、話が進んでいました、はい、で、もちろんその当時にもいろいろあった話はありましたし、ね、ここ5年6年ずっと議論はされてきたんですけど、一気にメディアが注目をして、あるいは国会でも注目されるようになったのは、うん、やはり萩生田さんの身の丈発言以降だったかなというふうに思います、うん、はい、で、もう少し細かくこの入学共通テストの中身を見ていきたいんですけれども、やはり一番注目すべきはまずは英語なんですね、うん、で、英語何かというと、今までは基本的に英語も全部マークシートだったんです、うん、特にセンター試験の英語に関してはライティングは基本的にはなくて、うん、リーディングとあと文法の問題、あるいは語彙の問題が中心のセクションと、あとはリスニングをするセクションですね、はい、それらを基本的にマークシートで全部答えをさせていたと、うん、そうですね。なんですけれども、この大学入学共通テストでは近い将来2024年度以降から完全に、もともとは民営化、民営団体主催のテスト、例えば TOEFL とか TOEIC とか、うん、英検、IELTS、うん、といった民間試験に委託をする予定だったんですね、うん、で、なんでかっていうと、今までのセンター試験というものは先ほど申し上げた通り、例えば話すとか、うん、まあ、聞くとか、あるいは
文章を書くライティングはなかなか測ることが難しいというふうに言われていたんですね。だからこそそういった4技能をしっかり測るためにこのグローバル社会においてそういった英語の技能は重要だよねという背景があって、民間試験を使って英語の能力を測りましょうという話がされていたんです。で、もっと言うんであれば、実はこの民間試験を活用しましょうという話は何も英語だけではなくて他の国語であったり算数であったり、国語であれば例えば漢検なんかありますし、数学も数学検ってありますけれども、そういった外部試験の成績を使って大学入試の一番最初の試験の評価を決めましょうという話があったんですね。で、まあ、ここまで聞いているとなんかいい話じゃないのという感じもするんですけれども、やはりなかなかここは難しいところがあるわけです。でそもそも英語の話に限って見てみても、じゃあ民間試験を自分で受けなければいけないの？もちろん私たちみたいにね、関東に住んでいるんであればちょっと電車に乗れば受けるところがあるかもしれませんけれども、例えば北海道根室に住んでいたら、あるいは沖縄の離島に住んでいたら、あるいは伊豆大島に住んでいたら、なかなか受ける機会がね、受ける機会もないかもしれませんし、受けれる数も限られてしまうかもしれませんよね。あとまあ一回一回やっぱり民間だとお金を払わなきゃいけないっていう問題もありますよね。でもっと言えば、例えば本当に離れたところに住んでる人であれば、そもそも一番近いところで受けれる民間試験の数も少ないし、そこに行くまでの交通費もかかる。だから都市と地方でお金であったり機会の不平等が生まれますよねという話があるわけです。僕のいわゆる仕事側から言うと、いわゆる結局対策の集中、一極集中っていうのもやっぱりあると思うんですよね。つまり都市型だとやっぱり予備校とか塾とかで、その民間試験ごとの対策を受けられたりするんですけど、なかなかそういった制度がこうカントリーサイドになればなるほど難しいじゃないですか。であるからこそ、地方と都市の格差もありますし、先ほども話に出ましたけれども、家庭の所得によって、だからどれぐらいお金があるかということによって、得られるチャンスが変わってくるよねという話がまず問題としてあります。でもちろんそれは他の話においてもそうで、民間試験を導入するということは、もちろん評価できる軸は増えるかもしれませんけれども、その分追加でコストがかかる、まあ、これはある意味当たり前の話ですよね。でここに大きく書きましたけれども、公正公平中立ということは非常に入試においては重要なわけですね。公正というのはこれはもう言うまでもなく正確に採点をする、で公平というのは身分関係なく誰でも受けれますよ、で中立というのは例えば特定の受験者に有利なことはしませんという話です。やはりこの民間試験を導入するということは、この公平の原則にどうしても疑義があるんじゃないのかな、そうですね、難しいところがあるんじゃないのかなという感じでやはり問題なわけですね。であるいは大学入学のこの共通テスト、もう一個問題があります。これ何かというと、記述式の問題を導入するということなんですね。で先ほどから述べているこのセンター試験の話、これはもう基本的にマークシートなんで、数学であろうと国語であろうと全部選択式なわけですよ。なんですけど、この共通テストでは記述式で回答をさせましょうというふうに考えられていました。まあ、これも話では聞くとね、まあ、記述式の方が頭を使うからいいんじゃないかというふうに思いがちなんですけど、テストをするということは回答する人がいるだけではなくて採点する人がいるわけですよ。そうですね。センター試験は例えば1位というものを選んだら、1が合ってるか合っていないかによって選ぶことができるわけですよね。採点することができる。そうですね。なんですけど、この記述式になってしまうと、例えば一つの正解があったとしても、それを表現する方法はいくらでもあるわけですよね。私はお団子を食べました、お団子は私に食べられました、これ同じことを言っていますけれども、視点がどこにあるのか、あるいはどっちを主語にするか、どっちを客体にするのかによって全く記述の方法が変わってくる。要は事実を判定するテストなのか、日本語の語力を判定するのかとか、そういう視点の違いによっても違ってきますよね。そう、違ってきますし、何が一番問題かというと、採点者が全く全員が同じ基準で判断することは不可能なわけですね。そうですね。これはプロがやっても不可能な話で、この文章とこの文章はどれぐらいこのニュアンスが入っていて、どれぐらい同じことを言おうとしているのかって、これ定量的に評価することは非常に難しいわけですよね。そうですね。もちろん模範的な回答は作ってはいるわけですけれども、じゃあそこにどれぐらい合致をしているかということは考えることは難しい。要は合致がどれだけこう詰めていったとしても、このマークシートの合致具合と比べると明らかな差があるということなんですね。であとは先ほど申し上げた通り、合致がしにくい、これはもう一個根本的な問題があります。なんでかっていうと、さっきも言った通り、今の入試体系だと受験をしてまずセンター試験を受けます、でその後個別試験を受けますという流れなんですけれども、大学によっては足切りという制度があるんですね。何かというと、このセンター試験で一定点数以上取らないと、この個別試験を受けれませんよと。
なんですけど、このセンター試験の点数というものは個別試験を受ける前には解除されないんですね。なるほど。だから言わんとすることは、この個別試験を受けることができるかどうかということは自己採点をしなければいけないわけです、うん、なので自己採点をしてこの個別試験に出し続けるか、それとも他のように変えるかということは自ら判断しなければいけない。この話ありましたね。自己採点が7割ができなかったみたいなニュースがありましたね。で、うん、今であればマークシートなので、うん、例えばいろいろな予備校が、うん、模範回答を出して、うん、あ、これは自分合ってるなってなる。まあ簡単ですよね。4合ってる。そうそうそう。4に違うですから、ね。できるね、うん。なんですけど、これが記述式になっちゃうと自己採点ができるのかなと、うん。そうですね。それはそうですよね。だって模範回答でできた日本語の文章と、うん、あるいは数式と、自分の書いた数式文章が完全に 100% 一致することがほぼありえないじゃないですか、うんうん。ということを考えれば、自己採点はできるのかな。もっと言ってしまえば、うん、今はもうこの受験の流れの中で当たり前になっている自己採点をして、うん、どこの個別試験に出すか二次試験に出すかということを決めるというプロセスが完全に崩れてしまうわけですよね、うん、だからここは完全に変わってしまう。 それってどうなのかな、うん、という話もあるわけですよ。まあもっともっと問題はあります、うん、で例えばこの採点をする、例えばこれプロが本当にやるんだったら、まあ、まだ分からなくはないんですよ、うん、ただこの採点というものを受け負っているのがですね、うん、これはちょっと前に落札されたんですけれども、この学力評価研究機構という、これ民間企業、ベネッセ系の民間企業が、この採点業務を落札したんですね。うん、で、ベネッセというものは様々な模試なんかにおいて、大学生に採点をさせていると、うん。で、国会答弁なんか見ていても、で、参考人招致をされたベネッセの方の話を聞いていると、アルバイトに採点をさせる可能性もあると。うん、そうですね。あれ？おかしいぞと、うん。マークシートであればなおさら、採点、記述式の採点という、ものすごい採点者にとっても高い能力が要求される入試方法なのに、アルバイトにそれを投げるんですかと。だから高校生からすれば、自分の人生をもしかしたら大学生のアルバイトによって決められるかもしれないわけですよね、はい、うん、で僕なんかも高校時代に何個か申し受けた経験ありますけど、やっぱり結構、まあ、適当とは言いませんけれども、人によって結構採点者によって変わるわけですよね、評価が、はい、ということを考えると、ん？それを人生に1回しかないような入試の時にやってしまっていいんですか、うん、という話はやっぱりあっていいと思うんです。であるいはちょっと話戻りますけれども、この英語の民間試験の話ですね。これ大雑把で話をすると、じゃあ英語の民間試験のスコアをそのまま使うというよりは、うん、世の中にセファールというそのどれぐらい英語ができますかという基準があるんですけれども、ね、うん、それぞれの C1 とかね、あ、そうです、 A2 とかね、あ、そうです、あれですね、うん、で民間試験のスコアをそういったセファールという別の基準に移して、それを大学に通知する方法で、うんうん、この民間試験を活用するんですけれども、うん、まあ、海外のモデルと一緒ですね、うん、そうです、それだと、うん、なんですけれども、なんか話を見ていると、基本的な例えば民間試験とセファールの移し方、うん、あるいは大学によってはその民間試験のセファールの移し方がちょっとずれている、うん、あるいは明確な指標がないところがあって、うんうん、これってどこまで角度があるのかなという議論もあるわけですよ。そうですね。で改めてこの公正公平中立という話に戻りたいんですけれども、うん、センター試験はこれ誰でも一番最初に受ける試験なわけです、うん、であるからこそより多くの人にとって公平で、うん、公平かつ公正で中立なものでなければいけないわけです、うん、ということを考えれば、これは可能な限りそういった誤差であったりズレをなくさなければいけないわけですよね、うん、と考えると、こっちの個別試験で今でも記述式をやっているところはいくらでもあるわけですから、うん、わざわざこの1段階目のテストを記述式にする意味って何でしょうね、うん、ということは考えなければいけないと思うんです。そうですね、まあ、ここはいらないよね。ここで記述式ってもうすでにあるわけですからね、うんうん、で例えばもちろんね、思考力とか記述力を問うことも非常に重要だと思いますし、うん、例えばスピーキングであったりリスニングのさらに応用版を問うことはあってもいいと思うんです、うん、はい、なんですけど今日本って、ね、非常に入試形態が多様化してるわけですよね、うん、それこそ一般入試だけじゃなくて、まあ、栄養入試もいろいろな方法がある、うん、そうですね、あるいは指定校推薦なんかもある、うん、まあ、もちろんさまざまな入試制度に関しては批判もありますけれども、うん、ただ一人の人間の能力を評価する軸は入試によってさまざまあって、うん、大雑把に言えばものすごい多様な軸によって大学は今受験生を選別してるわけですよ、うん、ということを考えれば、はい、この一般入試というものは、うん、より簡素なシステムになければいけないと思うんですね、うん、そうですね。というのも例えば栄養入試、うん、まあ、に関しては例えば
自宅が裕福だとか、うん、あるいは都会に住んでる。だから、より多くのボランティアができました。より多くの社会貢献活動ができました。うん、例えば、地域とか家庭の取得によって、うん、その実績に差異が出る。そうですね。もちろん、それが一概に悪いというつもりはないんですけれども、うん、そういった、例えば、うん、家庭であったり、生まれ落ちた場所によって左右される。うん、で、そこでの実績によって判定をされる入試があるんであれば、うん、もう片方にはもう誰でも等しく開かれていて、うん、そうですね、もう絶対評価の入試があってもいいと思うんですよ、うんうん、っていうことを考えるとやっぱりこれを入この入試を導入する意味って何だろうなってことになるわけです、うん、で改めてこの教育再生実行会議の定義に戻りたいんですけれども、うん、この当時のこの諮問会議のメンバーを見ていると、まあ、もちろんご高齢の方多いんですけれども、うん、実は英語教育の専門家などなど入っていないんですね。なるほど。なのでこの提言に基づいてこういったことが決められていることを考えると、あれ、そもそもこの会議って何が目的だったんだっけ、うん、あるいはどこを向いた改革なんだろうな、うん、ということがあるわけです。なるほど。でやっぱり日本、特に2010年以降、うん、でいわゆる OECD 先進25カ国、26カ国中の例えば教育ランクなんか見ていると、うん、どん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 日本のスコアが下がってるなんか話もあって、はいはいはい、うん、やっぱり日本の入試形態というものは常々批判の矛先にあったわけですね。で、あるからこそこういった教育再生実行会議というものができて、うん、でもなんか何かしら提言を出したことも背景として十分わかるんですけれども、うん、ただやっぱり考えなければいけないのは、何か改革をする際には目的があって、うん、そこに向いてなければいけないわけですよね。そうですね、もちろん。目的があって、うん、それに対して最も簡潔で分かりやすくてやりやすい方法を取るのが一番求められる改革なわけですよ、うん、でこれまでの話を考えると、やっぱりこの提言の内容は目的はね、ここにも書いてある通り高校段階の基礎的学習の達成の程度を評価するというもので非常に素晴らしくはあるんですけれども、うん、それをするのにこの方法ってどうなんだろうということは考えなければいけないのかなというふうに思います、うん、で最後に現役の高校生の声を紹介して終わりたいんですけれども、うん、まあ、結構いろいろ日本中に仲のいい高校生の後輩がいるんですけど、はい、まあ、いろいろな声がありまして、絵が可愛いですねまあ後輩の、まあ、とある M 君という子は、はい、もう一言どうなることやらってことはもうすごい深刻そうに言ってました。いやでも今の2年生って言ったら本当に深刻ですよね。そう、まさにこれが導入される年の、ね、子なので、みんな最初の年ですもんね、うんうん、だからこの子はこのいわゆるこれ英語の民間試験の導入が、うん、決まった日に話を聞いてた限りは、うん、なんか全部それまでに決まってたこれからの模試とかね、うん、のスケジュールも変えなきゃいけないし、全部一回中止になったと、うん、いうことを言ってました、うん、でどうなることやらということを言ってました、うん、で京都にいる、まあ、K 君という子は、うん、1年後なのに多分という言葉が使われることが非常に多いと、だから不安だということを言ってたんですね。学校の先生側からしても、うん、やっぱりどうなるんですかって言われてもどうなんだろうなって先生側とかがもうやっぱり言えないですからね、うんうんうん、であるいは Y さん、まあ、東京にいる子ですけど、うん、この子はとりあえず勉強するしかないと。いやでもそれも難しいですよね、うん、やっぱり試験って形式があるから、うん、そのどういう形式に対してどういう準備をするかっていうのって、うん、やっぱり方向性がないと、うん、なんか漫然と教科書だけ読んでてもね、うん、難しいですからね。でやっぱりあと1年しかないわけですよね、うん、でやっぱり高校2年生のこの時期というと、うん、まあ、本当にもうそろそろラストスパートを、ね、かけていこうかな、うん、じゃああと1年間どういうふうに有効に使おうかなというふうなことを考える時期なわけじゃないですか、うんうん、そのタイミングでこんだけ振り回されていると、そうですね、うん、やっぱりどうなのかなと、うん、でやっぱりね、一番精神的に来てると思うのはこの英語の民間試験の導入が当面延期された、うん、ことが決まったのは確か11月の2日とかだと思うんですけれども、ね、うん、実は11月の1日というものはこの英語の民間試験を活用するための共通 ID というものを全国の高校に配布した日だったんです、うん、ね、うん、だから高校生からすれば、うん、新しい入試制度でこの ID が必要なんだ、まあ、とりあえずなんかいろいろニュースでも話題になってるけど、うん、まあ、とりあえず一回これ記入して頑張ろうと、うん、なった次の日、うん、あるいはその次の日に、うん、いやそれはやっぱり撤回だからそのカメラ捨ててくださいってなってるわけですよね、うん、だから高校生からすれば完全に振り回されてる形になってしまっていて、うん、なんかこれからのね、日本を背負って立つような高校生の
未来をそんな簡単にブン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 振り回していいんですか、うん、とかやっぱり改めて思いますよね。そうですよね、うん、いやこの話って僕も結構専門なのでいろいろまあ言いたいことはたくさんあるんですよ。例えばこれなんかも、うん、やっぱ高台連携っていう文脈の中で生まれてきてるから、うんうんうん、どっちのねやっぱり意見もよくわかるし、うんうん、まあ、これを話してると本当にこう20分じゃ絶対終わらないのでまあもっとねいろいろ動画も作っていきたいと思うんですけど、いずれにしても、うん、今のこの高校2年生の層に対して我々大人がどういうふうにこれを落とし前つけるんだっていうのはすごいこう教育全体で考えるべきだと思うんですよ、ね、うん、いやそれは本当にそうでね、僕珍しいなと思ったのは、うん、今回高校生が確か4万人強ですかね、はい、ありましたね、署名を書いて、うん、ありましたね、出してるんですよね、うん、で様々な生徒に働きかけて院内集会やったりして、うん、まあ、僕の中に後輩もそれに噛んでるんですけど、はいはいはい、いや僕ね、うん、高校2年生だったら優吉のメンタリティだったら絶対それやってるわと思いますよ、うん、いやだからそういうのが出てくるってやっぱり非常に珍しいと思うんですよ、珍しいですね、国内ただ、うん、やっぱりそれぐらい切羽詰まった環境の中に高校生はいるわけですし、うん、じゃあやっぱりそういうものが政策として行われている以上、うん、本来であれば何かしら声を上げる方法があってもいいんでしょうけど、うん、今基本的に日本では選挙権、選挙で投票できる年齢は18歳からですから、うん、多くの高校2年生この問題の当事者は選挙権を持っていないわけですよね、うん、そういうことを考えてもやっぱりしっかり、うん、例えば政策決定の中にいる人間とか、うん、あるいは大人の方から高校生の声を吸い上げる努力はしないといけないんではないのかなというふうには思いますね。そうですよね、うん、なんか僕ね結構この話をいろんな人からやっぱり聞かれる立場にあるので、うん、僕が今の高校2年生にアドバイスできるとしたら学校の成績っていうのは多分絶対に裏切らないんで、うん、そこのところにある程度集中してしっかりと成績を取って評定平均値上げていくっていうのは多分絶対に多分力になるので、うん、あの推薦がもうここでは多分いわゆる補助として、まあ、保険になりますよね。そう、もう結局のところメインストリームが今このガタガタになってるんで、うん、そこの保険としてやっぱ推薦っていうものが一気に拡大するっていうふうには、うん、まあ多分想像がつくので、うん、学校のね一つ一つの勉強をバカにせずにこうしっかりやるっていうことと、うん、まずはそこからですよね、うん、まあ、推薦がねかけるものがある、もう道がこういうふうに決まってるって人であればそこの大学にどうアピールするかっていうのをあのアドミッションポリシーにちゃんと従って構築するっていうのが僕はすごくおすすめなんですけど、そうでもない人って多いじゃないですか。だからそういう人がどういう勉強をしたらいいかっていうのは本当になんか学校の先生のと相談してもらいたい。いやだからね、僕何が一番やっぱり良くないなと思うかっていうと、それこそ学校の先生のこういうふうにやったら方がいいよって、こういうふうに変わるからこういうことやろうねっていうことを真面目に聞いていた生徒、高校生が今一番バカを見てるわけですよね。そんなことってあっていいのかなってやっぱり思っちゃうんですね、僕自身は。でもちろんね、先ほどもおっしゃっていたように、例えば政策としてのね、高台連携の意義であったり、あるいはこういったこう大学入試改革の意義というものは十分わかるんですけれども、やっぱりそこには当事者がいるわけで、特にそこにはこれからの日本を背負って立つ高校生がいるわけですよね、うん、だからそんなに拙速にやっぱり変えるのはどうなんだろうってことは思ってしまいますよね。どうしたらいいんだろうね。なんかおっさんチャンネルだけにさ、うん、こう我々は無責任に話してるわけじゃないですか、うん、だから何らかのその提案っていうかさ、うん、こういう方向性もいいんじゃないかっていう話をね、うん、やっぱしたいなとは思うんですよ、うん、なんか皆さんのね意見もたくさん聞きたいですし、うん、なんかね救いの道が欲しいですよ、うん、本当に今の高校2年生は、うん、だからまあ一つの救いの道っていうのはさっき言ったみたいに、あの推薦入試っていうのは多分変わらない形で多分やると思うので、うん、 そうですね、うん、そこは一つの道として考えていただくとして、できればねその単純にその学習をする、受験勉強をするっていうところでのその公平性っていうのもちゃんと担保するべきだっていう話ですからね、うんうん、いやそこは絶対にやるべきだと思うんで、うん、ちょっといろいろ考えていきましょう、そうですね、うん、はい、っていう感じでよろしいですかね、はい、というわけでね、いろいろ考えていることが非常に多いんですけれども、うん、まあね、あの希望を捨てずにちゃんとね、あの大学っていうことを利用して、大学はねまだまだ力もたくさん持ってますしね、うん、しっかりそこを利用してジャンプアップは絶対できると思うので、諦めないで、うん、大人もね本当に必死になって考えてる、ね、結局先生の言うことを聞いてた人がバカを見てしまうっていうのも、うん、先生がもう騙そうとしてたわけじゃなくて、いやそう本当にね、一生懸命こう情報、うん、足りない情報の中から文部科学省から出てるものから、もうこういうもののこの提言なんて何回読んだかわからないぐらい一生懸命みんなで読んで、それで今こういうふうにこう振り回されているっていう状態なのでね、うん、
なのでね、みんながやっぱりその攻撃し合うんじゃなくて、うん、ちゃんと情報交換し合いながらちゃんと人間を育成していくっていう方にね、うん、向いていただければと思います。だから国会での議論、もう本当にこれは政局にせずに日本の教育の根幹だと思って、うん、超党派でね議論をやっていただきたいと。そうですね、支援つきますね、本当に、ね、本当にもう 2年生のことをね、うん、徹底的にこうちゃんと守ると、守ってほしい、うん、というね、はい、はい、ぜひぜひおっさんちゃんチャンネルからのお願いでした、はい、というわけでおっさんチャンネルでした。さようなら。